はい、これ。お、なんか緑色に、緑というかなんかこう、なんかエメラルドグリーンみたいな色に、沖縄の海みたいな色してますね。に、なんか3本の線が書いてあります。なんでしょう、これ。東京カンパネラ。あ、水曜日のカンパネラ。あ、それと一緒だ。あ、あ、水曜日のカンパネラ好きだから東京のカンパネラ買ってきてくれたんですか。え、あ、スーパースターさんありがとうございます。東京カンパネラ。え、カンパネラって何なんですか。これカンパネラってこういうお菓子のことをカンパネラって言うんですか。へえ、すごいですねこれ。何これ。原材料名バター、卵白、小麦粉、純チョコレート、あといろいろ入っております。うん。はい。じゃあこれどうしようかな。なんか形がね、独特ですよね。これね、3つになっててね。これどうしよう。食べる？オブケップ。ちょっと食べるか。1個食べるとね、2個目もいっかーみたいななっちゃうんですよね。あー、ダメだわー。痩せれないわー。さっきドヤ顔でどすこい、こういうの我慢できるんすよとか言ったのに、やっぱこれだけね、これだけなんかもうすごい、そうそうたる面々じゃないですかね。ね、そうそうたる面々、ちょっと、これだけ来るとやっぱりね、食べたくなっちゃうわ、もう仕方ない。ちょっとハサミって、ちょっと、いやー、ちょっと、これ無理かな。あ、オープンって書いてある、これ、オープンって。ちょっとオープンしよう。いやもう今ね、どうすかもう開けれないかなと思ったんですけど、開けれそう。ちょっと待ってくださいね。いいえ、はい、あ、開きました。おーおー、すごいすごい、見て、あ、トンボさん、カンパネラって、小さな鐘、小さい鐘。リスト、ラ・カンパネラという曲も有名。鐘な、じゃあ、小さな鐘。じゃあ、水曜日のカンパネラ、水曜日の小さな鐘。おお、そうなのか。で、これは、その鐘を、イメージ、ちょっと見えにくいんですけどね。あ、ちょっと全く見えないんですけども。あ、ほら。ちょっとこれ3つになってる。おお、すごいですね。まあまあ、試食やめとこう。試食はまあまあいいわ。ね、バター食べたから。高級バター食べたからね。あのシエラでしたっけ、なんかね、高級なやつね、食べたからまあいいわ。うん、ありがとうございます。東京カンパネラ、すごいですね。へえ、おしゃれな感じで、おお、いいね、パカ。うん、はいはい、続きまして、はい、ありがとうございます。続いてね、